でーす。ということで今日はですね、夫も旦那も休みなのでエビフライ、この前ちゃん、この前ちゃんってこの前ね、エビフライが4割引きであって、冷凍のエビが、ここを隠したいかな、ね、これ10匹入って 40% 引きやって、ですね、600円ぐらいになって、すごいよ。天然エビ天ぷらに最高って書いてて、天ぷらに最高って書いてるのに、エビフライの絵描いて、ちょっとよう分かれへん。これ天ぷらなんかな、天ぷらか、これ天ぷらやな、エビフライかよ。とりあえずエビフライはあんまりせえへんから子供は食べへんねんけど、私が大好き、旦那も大好きからエビフライをして、でこれをきっかけにエビをちょっと食べてくれたらいいなと思って、それと旦那がじゃあイカフライしてほしいって言ったら、イカフライ、イカなんか売ってなかったから冷凍のイカ買ってきて、それでイカフライ、ほんであとはチキンカツ、子供ね、子供チキンカツと、あとハムカツも作れた、作ろうかなと思っております。あとサラダちょっとしたりしていきましょうか。タルタルソースから作っていこう。タルタルソース、タルタルソースしてる間にエビの下処理したらいいか。じゃあ今日アスパラも買ってきたんや。アスパラもだからちょっとフライにしてみようかな。あれアスパラどこ行った、おいおい、アスパラどこ行ったこのやつ、ん、私アスパラ買ったんや。これでアスパラしよう、これでアスパラして、はぁ、えらいこっちゃ。もうほんまね、私これ絶対時間かかろうと思ったから早く取りかかろう思ったけど、今もう5時半、7時から食べられたらいいな、1時間半でできるかな。でね、今日はね、あれ、お兄ちゃんは朝からサッカーで、ほんで帰ってきてお友達と遊んで、ほんで遊び疲れたんですよね。で朝が漢字検定なのよ。あれ、だから漢字検定の漢字ちょっと勉強して、今も疲れたよね。そのまま今お父さんお昼寝してんだけど、お昼寝っても夕方やけど一緒に寝てるわ。また寝たら夜寝られへんからな、あと30分ぐらいしたら起こしたら、そうしましょう、そうしましょう。難しいよね、あんまりお昼寝することないね、全然疲れへんから、よっぽど疲れたんやから、遊び疲れて勉強して疲れたって言ってほしいもんやけどな。だから最近はもうね、中学入試が終わったのかな、小学校6年生がたくさん遊んでる姿をお見かけします。そういうのいいですね。今までこの前ね、今の4年生の途中ぐらいから今まで一緒に遊んでたお兄ちゃんたちがみんな遊ばなくなっちゃってさ、いやー、大きなエビ美味しそう、どう考えても美味しいはず。見て、なんかこの辺ピッピって来ていくのよ、ね、ちょっといろいろせなか、待ってくれ。だから子供が明日が漢字検定なわけよ、明日がね漢字検定なんです。だから最近ずっと一緒に、だから初めさ、もう漢字検定とかなんか頑張ってやりやしなんでって言って何もしてなかった私ね。でもさ、その佐藤先生、佐藤ママといろいろ話して、やっぱり私がなんかちゃんとやっていかなあかんということで、いつも朝勉強してるのを算数やっててんけども、漢字テストに向けてやりだして、初めなんかもう長男は7級受けんのかな、次19、8、7級受けんの、で200万点中120何点とかだから不合格からちゃーんって。ほんで次男1年生とかやったらさ、別にさ漢字検定って言ったらすっげー簡単やから、まあ100点満点150点満点やけど、150点取られへんくても大体いけるやろうと思ってやってん、テストみたいな問題集買ってきて、はじめ70なんて嘘でしょこれはあかんということで言われだした。弟はなんか何回か100点も取ったり、大体140何点を取れるようになって、お兄ちゃんも240
だから10級は150点満点中の7割あったんかな、なんか分からんけど、とりあえずお兄ちゃんもだいたい点数で180点前後取れるようになってきたから、それもボンミス続くね。ほんまにちょっともう送り仮名の送り仮名書いてるのにもう一回書いてるパターンとかさ、そんなんやってはるわ。でもまあよかったわ。だからこれでなんとか7級合格してくれたらいいけどな、まあ、せえへんかったらせえへんかったでまた頑張りましょうということで。だから私思った、こんなね漢字検定だけでこんなに私は頑張ろうな頑張ろうなって一緒にやってさ、だんだん点数上がってきたよとかって言いながらやってるのに、中学受験なんかとんでもないことなんやろうね。よし頑張るか。うわこのエリデイビブラシは絶対美味しいよこれ。こいつもね、お尻のとこに穴開ける機械があって、これもライブ前から買ってるわ、もう10年ぐらい使ってるんちゃうかな。380円で買ったけど、これも400円ショップで、こういう、こんな足はついてないで、こんな可愛らしい足ついてないけど、これが100円ショップで売ってんの、初め。何でも100均見てから買わなあかんよ、皆さんね。人気なんでなんでもあろうね、本当に。タルタル作って、よし皆さん、こうやって下でこれをつぶ、私も初めに重ねてたんよ、重ねてたんやけど、何でも潰したらこんだけコンパクトになるっていうこと。これ重ねていってもさ、全く同じ牛乳あの卵パックじゃなかったら、なんか慣れる時もあるやんか。あれがまだあかんのよね。私何でこんなんでもかんでも潰すようになったかったらさ、あのペットボトルとかペットボトルも全部潰して捨てていくね。カンカンも全部ぺったんこにして、もうそうした方がいいということで、何でもかんでも潰す癖がついて、しまいにはこのように、何牛乳パックも潰すようになりましたという。でさ、私さ、その中学受験のこといろいろ悩んでるっていうか、もっと自分でもちゃんと調べなあかんなということで調べたのよ。まず自分の地域で行く中学校はどんな学校なのか、それでもちょっと選べんねんって。本当やったらこの学校だったら A 中学ってやんねんけど、この周りに ABCDE ぐらいの中学校があったら、その中から選んでいいねんな。だからそれやったらどの中学校にしようかなっていう学校の、私そんなの全然してなかったから、そんなんもや見たりして、このままなんか使おうか。ほんでそれも私が去年とも子供に説明できるようにさ、この学校はこんなんらしいで、こんなんらしいでってちょっと説明できるように、ちょっと自分でも見とこかいなみたいなのも思ったりして。これちょっとお受験ってどんなかなんだ、この辺の東京の学校のお受験事情を見て。まあ頭いいとこ、私がさ全然有名な学校すら知らんから。東大っていうの知ってるけどさ、頭いい高校とか頭のいい、まあ、その頭のいいとこ行けんけど、ならもうなんとか中学
偏差値73、74とか。くぅ、うちの近所にまたまのいい高校あるわ。そこも偏差値70ぐらいで。くぅ、すごいね。そんなんなんだね。だから言うと、うちの子供が今偏差値なんぼなんやろな。それを知りたいなってくるわ。だからよくなんとか全国模擬テストみたいな、あんなの受けたことないのよ。もう塾行ってる子はな、しょっちゅう受けはるやん。塾行ってなくても一回ぐらい受けてもいいかもしれへんな。どれぐらいのあれなんか。まあ図工の偏差値があったら、ほんまにあの子は70、その70とかの偏差値な、そんなないと思うけど図工に関してはほんまにすっごいいろいろ作んないの。だから家の中ももういろんなの散々出たんだけど、そこなんかもピタゴラスイッチ状態や、もういろんなのって本当に。でもなんかまあそれやから、なんかものづくりの人になるとは思えへんけど、まあなんかそういうのにつくかもしれんけど、私今まで見たことあんねん、ほんまにトップクラスの人たちのものづくりって。もうな、うちの子供のあの折り紙上手とか、トイレットペーパーの芯で何でもかんでも作るとか、そんな問題じゃないのよ。もうね、さらに例えばけど、壊れた掃除機全部分解してもう一回組み立てるとかさ、そんなんしてはんねん。そんな人が最終的になんかロボット犬みたいなの作ってみたい。すごいよね。よし、これは大きい指からこっちから切っていこう。指の下処理。なんか子供ってエビフライが好きなイメージあるけど、うちの子エビフライとかあんま食べへんのね。なんやろ。だから生ものもやっと最近お兄ちゃんとか食べるようになったけど、私がさ、話がどんどん飛びすぎてるか、中学の話で、いろいろ見ていくうちに、やっぱそんな見てたらさ、中学受験のことについての記事みたいなのもいっぱい読んでいってんけど、だから中学受験は考えてないっていうお母様方へみたいな話のとこ読んだらさ、もう中学受験せなあかんなみたいな雰囲気なんねんけどええみたいな。でもまあいっかみたいな。逆に私も中学受験じゃなくて高校いろいろ次みたいなの、こんな子供にはあこの高校がいいんじゃないかみたいなさ、なんかものづくりの高校みたいな、そこの偏差値見たりなんかして65やって、なかなかええやん、それいけるかな、それ結構な勉強しなあかんな、それ。そういうことよね。そういうことです。よし、でもまだまだこれからやもんな。だからこの前テレビ見てた時に、外壁を塗る職人さん、壁言うたらコンクリートみたいな、こういう壁じゃなくて外壁みたいなやつ、そういうのの職人さんな、でなんか美大出た人がそこに就職してんの。でなんでかって言ったら、なんか普通にパーって塗るだけじゃなくてさ、塗り方もさ、なんかこう塗って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 たつるの絵になってる外壁が作れたりするわけよ。だからそういう人になりたいって言って、美大卒の人がそういうとこ就職したりしてて、でもいきなりそんないきなり壁塗らしてくれへんねんて。何年も練習しかさせてくれへんことで、お客さんのとこで練習とかできへんから、
そこの会社で練習用の壁っていうのがあってね、でコンクリートを練ってブワーって塗ってもう一回さだってもう一回塗ってみたいな。すごいね。だからなんでその職業をつこうかなと思ったんですかって言ったら、たまたまなんかそういうことをやってる人を見かけた時にすごいかっこいいなと思ってあのやりたいなと思いましたとかさ、それは一人は男の子ね、19歳だったかな。すごい一生懸命やってて可愛いな。だからなんかそういうこれしたいなっていうことを見つけられたらええわね。うん、そんな感じ。結局はコミュニケーション能力っていうのも必要やねんけどな、どうなんだろう。もうこれからさリモートし、もうこのコロナでリモートでそんな人とコミュニケーション取る機会もなくなっていくんかしらなあ。そしたらもういらんとなってくんのかな、そういうの。よし、で片栗粉と薄力粉と醤油茶を酒でこの汚れを取るんだって。片栗粉が大さじ1、こういうのは片栗粉とコップはちゃんと測る。酒はいいか、私しょっちゅうあれで測ってるから大体大さじ1あ取ったよ、だいぶ前やったら感覚があんのよ私の中で。よし、バッター液を作らないんだな。バッター液っていうの、なんかすげえ汚いの出てくるって書いてたけど何も出てこいへんやつ。いいんかな、これで。大して汚ないぞ。してかんで時間がない。上げるだけでも上げていきながらバラバラ。よし。大して汚れてへん。あ、汚れてるわ、濁ってる。あ、よかった、量来た。あんた今いっぱい寝たら夜寝られへんやつよと思ったんや。もうちょっとなったらお父さんも起こしてあげて。お父さん1時間ぐらいも寝て。でもさ、うちの旦那もさ、普段もすごい睡眠時間が少ないから。例えばだけど、お昼寝3時間とかするときあんねん。普通お昼寝なんかしたら夜全然寝られへんやん。お昼寝3時間しても9時にバンって寝るからな。疲れてはね、やっぱりな。疲れてはるんですよ。これはこの丸まってる部分を縦に切って。こうでいいね。丸まってるこっちを切るのかな。こっち切るのかな。どこを切っとこ。こっち切るって変わった気がするんだけど。なんかこっちがこう丸まってきそうやからこっち切らなあかんのちゃうの。
うん、なんかよくわからんけど、いろんなとこ切り刻んどき。これまた水切る。いや、こっちの上を切るって書いてた気がしたけど、こっちの方が。こっちが丸まってくるから、こっち切った方がいいかな。こっち切った方がまっすぐなるけどな、パッと見は。こっちがこう丸まってくるから、こっちをこう伸ばしてあげた方がいいな、どう考えたって。こっちを伸ばしてあげよう。ちょっとやっとくか、やっぱり大きな独り言です。あ、切りすぎた、これこれ、多分エビフライで作ったことあるかな、初めてのような気がする。エビの天ぷらこの前作ったけども、下処理終わっとって大きさが全然ちゃう。こっちは全然大きい、食べ応えがありそうだ。いや、もう売られてるのあるやんね、もう衣もついてる、あとは揚げるだけです、パターン。それもあってんけどな、そういうのってなんか衣がすっげえ大きいんちゃうかと思ってね。焼きもしていかなあかんし、揚げてる間にいろいろやっていこう。先にこれ終わったらあれを作ろうか。タルタルソース、タルタルソースなんかチキンカツにやっても美味しいかもしれんし、これも好きやから。よし、なんかこれエビが曲がらんかった。うちのお母さんが昔よエビ揚げとってくれとったけど、全部くるくる丸まっとったけどな。これやってへんかったんかな。ねえ、お母さんのご飯食べたいな。だからうちのお母さんももうなんかあんまりご飯作らなくなったって言ってたわ。うちのお父さんがもともとが夜ご飯をそんな食べへんねん。お酒飲む人やから、つまみやねんな。言うたらつまみ程度。だからつまみを作って、あとなんかサラダ、お母さん好きやからサラダと、あともお惣菜ちょっと買ったりしてるって言ってた。そうやんな、二人だけやったらあれもこれも作らんでいいんだもんね。だからほんまにこれから受験とかなって、高校受験じゃないやと思った時に、一体全体どんな風になるんだろうね、家の中のみんなでご飯食べへんのな。あ、お父さんの咳払いのこれ、もう今日新玉ねぎやから、もう水切らんとそのまま切ろうか。玉ねぎ切る。さっき玉ねぎ切った。ああ、これがついたままやないか。新玉ねぎ1個。おしゃ、ああ、なんかついた。新玉ねぎを担当ですかね。チビチビ用です。チビチビ用です。チビチビ用で。
水に探すけど、これもサクサンでいいやろ。新玉やから。新玉をです。昔何だったっけ、金健一先生ともう一人、金満徳さんって言って、あの人面白かったな。なんていう番組やったかな、テレビ東京で。大阪の時はテレビ大阪やったけど、朝やんやけど、それは何かの略。面白かったな。あの、でもテリー総さんが放送作家で入ってたんやからな。すごいよね、放送作家さんが。今はもはやもう出る側という。これほんま水気絞らなあかんみたいなんやけど、もうええよね。もういいとしょ。うん、全然辛くない、おいしい、うん、大丈夫。普通の玉ねぎとこれ無理だからな。あ、ちょっと辛いか。え、どうしよう。もうえ、多分大丈夫。マヨネーズはね、ここまで辛ない。普通やったら玉ねぎなんかもう一口口入れたら髪がカラーってなるけど、全然それはない。いただきました。お風呂？うん、ああ、うん、お水飲んで。ああ、ここね、そこに氷入れる。今180点だったよ。よっしゃ。でもどうぞ、今日エビフライ。よっしゃ。180点だけど、本当だったら181点だったから182点。お母さんそこに置いてるから、後で自分で見てごらん。お風呂入ってから遊んでおいで。ひと鍋したいな。いや、この前トランプね、トランプ、私この話したっけ、トランプの話。トランプの話したんか、してる。トランプの話してんのかしてへんのか、しようと思ってたのかしてないのかよく分かる。まあ、ひと鍋をやったというか、したな。今日ひと鍋しよう。やろうや、みんなで。お父さんもろか、楽しいわ。やろやろ、楽しい。じゃ、男チームと女チーム。いや、2チームに分けたもんないよ。でもね、ほんで、一番下の子はいつもお父さんいてないから、普段は。だから私と娘が、一番末子が同じチームになって、で、3人で七並べみたいな。一回ルール教えたら、もう長男がもうルール分かるからガンガン止めていくわけよ。その決め方がお見事やったな。私もあの七並べとか大好きやねん、ほんとに。ほんで、一番下の子面白くないということで、カードをぶわーっと置いて、一人ね、4人でやるやん、一人1枚ずつ取んねん。で、せーの、ドンってやった時に一番大きい数の人がそのトランプを取れるっていう、ただそれだけの簡単なゲームしてんけど、だんだんこれやと思んないということで、途中でババを2枚入れて、だんだん結構手元に、あの、だんだんこっちの数が少、トランプの数が半分、3分の1ぐらいになってきたらさ、そこにババを2枚混ぜんねん。ほんで、せーの、ドンってやった時にババが持ってた人が自分の手持ちの札を全部も持っていかれるっていう。もう出さなあかんねん。ほんで、次せーの、ドンで 2枚目に、
その手持ちの2枚目にババを出した人は、そのさっき誰かが1枚目でのババで出した人のそのいっぱいのカードを自分にもらえるっていう、そのルールがめちゃくちゃおもろかった。だからなトランプのゲームとかそういうのもさ、こうやったら面白いんちゃうかで、どんどんアレンジしていくっていうのが楽しいよね。言うたらそういうそのゲームやったな、あれあるやん、11、12、13歳使えへんかったら3歳、4歳の子供もできるかも。一回やってみてください。ただどっちの数が大きい小さいっていう勉強にもなるし、そんなんええかもしれへんよ。お父さん、じゃあ卵の切るやつどこ行った？セロメセクメセクのメセメセクです。うざいわ、私の声が可愛くもなんともない。何なんこれ、ひどすぎるやろ。これするわ、これも100円ショップで量持ってるわ。これ毎日使えへんかな、これ毎日使ったらすぐにビヨン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 。ママ見て、うん、あ、どうしたん？もらったんだって、お父さん。誰に？お父さん絶対もらってない、誰かに。自分で買ったはず、自分で買ったのに。買ったって言ったらお母さんに怒られるか。ママ自分のことで考えてるだけでしょ。あ、そうなの、すいません。大事に使うんだよ、あかりちゃん。ね。ママも考えてるだけでしょ。あ、そうですか。お父さん、ちょっと待って。砂糖。味の素。牛乳。塩コショウなんで書いてないんや、私。塩コショウ絶対入れるよね。でちょっと牛乳を足していく。お牛乳。よし、パセリ。おパセリはどこですか？パセリ。ただこのタルタル作るだけのためにパセリをちょっと買ったからね。うん、もうちょっと塩コショウ。もうちょっと塩コショウ、味が回りにくし。ちょっと水すらした方が良かったかな。ちょっとだけ私は全然大丈夫やけど、子供はあかんそうな雰囲気がしてきました。うん、全然美味しい。よっしゃ、この中入る。
せ。よっしゃ。OK。次はエビを次揚げていくのを全部やっていこうかな。リュウはお風呂入んないの？入る。うん、入ってきてください、うん、ちょっと待ってや、ここに全部乗せていこうか。塩コショウを振るんですね。エビ。エビ、エビ、エビ。たまにゴキって言うわ。なんかわかる？たまにさ、ゴキってやるときあるやん。ゴキって。ゴキって鳴らす気持ちいいのがここにもたまに。おっとこ、なんか伸ばしてはんねん。エビの何かを伸ばす。ちょっとなんかキュッていう雰囲気があります。一気に上げていくぞ。待って、次はこれ絶対子供たち食べたら美味しくあげたらいいな、私がな。あげすぎんように。これもジンジンきたきたくるんかな。ジンジンきたきたくるんですかね、これも。よっしゃ。あと、いかん。これも冷凍のいくこんだけ。いっぱいあってんけど、もうこれだけにしたら何の話やねん話でしょ。これか絞ろうか、なんかすごいすんげえ水分出てくるやん、これ思ってる以上の。これはもうなんか切れ目も入ってるから、このイカが美味しかったらええな。ほんまはカキフライしようかな思ってんけど、私にはまだどう考えてもな、カキフライは早いやろ。私のこの技術じゃ一回もうちょっと揚げ物をやってからや。私にはまだ早うござる。塩コショウするのかな。するけどバッター液の中に塩コショウ入ってるけど、塩コショウしといた方がいいか。それは後でするとして、ここまでエイちゃんにやらせてもらおうかな。エイちゃん、なんかすごいちっちゃくなってきた。このこれぐらいが食べやすいんか。こんな感じと、
よっしゃ。よし。で、ちょっと一回これ全部かけなくて、ちょっと一回この。ほんなら、あれしようかな。ハムカツ。これはダブルのあん。ハムに、あの、チーズ挟んで揚げてあげたらっていうこと。これをちょっと揚げてみましょう。なんか余った明日も食べられるしな。これまた硬いんかいな、これ。硬いね、これ。何すんの私、ビニール袋。見て。これハムカツとかやったら喜んでくれそうだな。ハムカツなんて頭なかったわ。なるほどね。なるほどね。やけどハムカツやる前にさっきこれ切っとこうか。今日朝はもう揚げるのはこれだけ。これさえこれだけでいい。食べるかね、これ。食べるかね、子供たち。長男は何でもかんでも食べるからいいね。まあ、なんかもう。メキシコさんやって。メキシコ言うたら、あそこやろ。あそこ言うたら、アボカドやろ。アボカドちゃうからね、皆さん。私、アボカドやって。アボカドじゃなくてアボカドだよって言われたことだから、アボカドの方が、アボカドよりアボカドの方が言いやすいやと思う。アボカドじゃないんだよ、アボカドだよって。ああ、そうなんですか。確かにアボカドってスーパー書いてるから。そんな知らんことも多いでな、大人になったからって。これなんかここに筋があるとかなんか言うんかいな、ほんで。筋があるのかな、これなんか、ね、何にもないけど。筋があるの、これ。ないよ。メキシコやからないんかな、筋が。メキシコやからないんかな、筋。何にもないよ、これ。大丈夫やな。うん。でもね、あ、この辺がなんかありそう。ないわ。ない。このまま1本で揚げた方が美味しそうだけどな。何回筋チェックないわ。何回筋チェックすんねん感じだけど。ない。食べてたらすごい筋の時は、これ半分に。ちょっと待ってくれよ。こうやから。こういう状態だから皆さん、これ入れへんや。半分にしようか。それやったらちょっと真ん中で切らんと。長いのと短いのにしようかな、じゃあ。これぐらいにしといて、これぐらいにしといて、これぐらいにしとこうかな。これと、でハムカツやつでチーズ3枚よっしゃ。ハムカツか、なんかなこれ。そして、チキンタコもそうなんで、贅沢よ。
贅沢やで、この時に夜来てこいって、この時ハムカツがこれ食べてくれたら何かの時に言うぞ。ちょっと夜一品作れる時にパッとできたら言うぞ。もうずっと美味しいやろ、これ80で。さっきし言うて、美味しいんちゃいまんの。これだけ食べても美味しいね、80って揚げるでもね。揚げた方がおかずになるのよ。わかりますかね。そういうことですよ。あは。三角に揚げた方がいいかな。三角の方が美味しそうに見えるか。よし。よし。もう半分かな。ちょ、A ちゃん聞いてくる。もう半分に切った方がいいねんて。よいしょ。私よりも料理ができるから、料理ができる人の話を聞いとかな。それやったらこんなにいっぱいいらんかったんちゃうかいう話になってくる。これもパッと揚げるだけでいいもんね。これもう半分ずつ切っていたらどうなの。これこうしたら箱やな。それは違うでしょ。うわぁ、あと30分でほんまは食べ終わりたかったけど、どう考えても無理や。よし、んで、次、お肉。ちょっとあれか、あろうか一回切り行こうね。今から鶏の処理を行います。鶏を切るだけですけど、じいちゃんに洗ってもらおうと思って。夢はコッパみじんだよ、これ。コッパみじんです。揚げ出したら早いねんけど、揚げるときも結構時間、でもそんなお肉ぐらいか時間かかりそうなの、揚げるのに。な、ハムカツなんかっていうのにできる話やから。あー、うるさい。よいしょ。よっしゃ。
この前これ何の時に取り使ったっけ私これ。あ、チャーハン。チャーハンの残りのやつ。冷凍してたこんな残りで。2枚とめってまおう。油身とか切って。真剣なら、もう時間に追われてるとこうなっちゃうね。時間に追われるおばさん、時間に追われるおばさん、時間に追われるおばさんは必死必死必死。バッタ焼きだけていってる間にあなた作んねんけど、皆さん、皆の衆、半に今日の料理はですね、キャベツの料理を1個作るんですけれども、ハニーキャベツってご存知ですか？そう、ハニーは蜂蜜、蜂蜜とキャベツを混ぜるんです。じゃなくてまだ若干凍っとんな。ハニーキャベツっていうキャベツがあんねんって。それもらったのよ、友達に。ハニーキャベツってめっちゃ美味しいからこれ食べてみてって。ほんなそれは何のキャベツかって、ハニー、蜂蜜、むちゃくちゃ甘いキャベツらしいわ。だからもうほんまにザク切りして、そのままパクパク食べた方がいいみたいな感じだったから、ちょっとそれしてみようと思って。何もせんと、逆に言ったらもう逆に何もしないパターン。よし、もう切るもんなかったかな。あ、ちょっと何か切るか。なんかさ、いつもさ、前の緑のやつさ、何やこれ、前の緑のやつの時はさ、どっちかどっちか分からなかったけど、これはメモリのこっちが分かる、こっちやったら裏側やなっていうのが分かるから英語。まあそんだけの情報でした。そんだけのことでした。 OK、 バッター液やつば、次はバッター液。なんせ感動でばくたいね。必死必死のおばさん。
っしゃ。バッター液パン粉だな。よいしょ。よいしょ。バッター液が小麦粉第8卵うち、これがエビ、これ前に作ったらいいんかな。米炊けた、ほんま今から食べたかったね。気持ちな、早くできたというように早くご飯炊かすというように。ちょっと待って、卵2個作ってた方がいいのかも。いろいろあるから。卵2個。うん、ほんまはこういうレシピやねんで、バッター液。ごめんね、これ自分さえ分かればいい字で書いてるから。これ倍で作っとくね。クリ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 マンボウはクリクリマンボウ、クリクリマンボウあった。6振りってことは黒の味がつくから、もうこっちに塩こそいらんってことやな。1、うわーめっちゃ出てきたやん。これ何振りやの今の。おいおいおい、1、2、3振りにしようか。4、4、どうやって、4、4、何も出てこへんぞ。4、4、4、何も出てこへん。4、うわーいっぱい出てくる。5、5、どういうこと、どういうこと。5、6、7、7、8、9、10、11、12、これでいいんかな。お前ここにせや、これにじゃあ、だからもうこっちにあの塩コショウせえへん。ほんで、ほんでや、小麦粉先生、ふうふう先生、ふうふう。第8×2、16。今からもう数数えるからね。ダマにならないサラサラタイプ、こんな小麦粉欲しかったいうやつ。こんなあまり買えへんねんけど、だいぶ自粛期間中にさ、なんかどこにも小麦粉がなくて、なんか唯一これだけがあったから買ったような気がするな。こんな濃い
ムニールなど料理にも、ムニールなんて作ったことございませんけど、ムニールって何やのこれ、小麦粉つけてよ今回の、もう一回8、8、2、3、4、5、6、7、8、バッター液めっちゃ多いな。次だだだ、ちょっと開けっぱなしにしたらあかんねんの。めちゃくちゃこでーす。よっしゃ、やっぱお肉だけちょっとでもちょっと塩コショウしとこうかな。お肉だけはちょっと塩コショウしとこう、軽くね。よし、これで揚げていこう。揚げていくんだけど、さっきこっち混ぜるよな。ばっかり大変できちゃったよ。わかる、足りんかったら嫌やなと思ってないもん。足りんかったまだ作ってよかったのかな。これ、だから卵つけて小麦粉つけてせんでも、これ肉ぐらしてパン粉つけたらいいらしいわ。どうしようかな、全部先にパン粉つけていこうかな、小麦粉とパン粉。その方が私のことだから焦らずできそうな気がする。そうさせてください。まあなんかさ、ちょっと一個ずつと思ったけど、そうさせてください。どうしよう、わかる、この私がちょっと焦ってる感じ、わかりますか、皆さん。
これをさ、皆さん、これ A ちゃんの出番やね、発表しようけど、ほらな、これまだ大丈夫か、一回一回こうしていかなくのかな。A ちゃん、まだタバコ吸ってる。わかった、聞こえてるのに聞こえて変形してたね。はい、A ちゃん、私さ、これ A ちゃん、このパン粉つけていく係お願いしてもいい？そうじゃないとこれすごい時間かかるわ、私一回一回汚れて、なんせ私が手際悪っぽでーすから、せやんで今日はね、わさびっていうの私一回食べたことあんねんけど、めっちゃ美味しかったね。このサラダ、そうかも、これにかつお節と、これにかつお節と、鶏で鶏かつや、まだちょっといかもしれない、これ揚げていってる間にしたら、フミさんからもらったのは、ハニーキャベツよ、甘いキャベツ、うん、めちゃくちゃ甘いねんて、でもそのまま食べていいよって言われたから、そのままで、逆にそこになんかドレッシングとかつけたら、その甘さが分かれへんやろ、だからザコ切りにして食べてみようかなと思って、私がこれやっていくから手で、はい、こういう時ってさ、もっと大きい傘が深い方がいいかな。広い方がいい。あ、もっと、うん、あ、そう。これバッター液にしてた。ん？バッター液。何それ？言うたら、ほんまやったら、なこの小麦粉つけて、卵つけてってやっていくやん。ああ、そうだね。うん、そうやん、もうカツって。うん、でもそれ、小麦粉つけて、卵つけて、うん、これやっていくねんけど、うん、もう、これにつけて、だから やればいいだけやねんって。これ作ったの？そういうのが今もう流行ってんねん。売ってるんじゃなくて？うん、作ったの。へぇ、作りすぎたね、量。さっきの量でよかったよ。このパン粉入れる？もうちょっと、うん、結構パン粉入れる。これさ、うん、この歩むやるけどさ、うん、パン粉余るやん、うん、絶対、うん、だから余らさんにして、余ったらみんなどうしてんのかな、だからそのまま冷蔵庫入れてるの、袋に入れて、あ、そうなんだ、うん、まあ、ダマになるやん、ダマになってるやつあるやん、だからいろいろそぼんちゃう、いろいろ、うん、うわ、あいつすごい下に落ちてる、もっと前にする、そんなの。すごいよ、これ。よし。今日公園に何して遊んだの？公園？うん。遊具。鬼ごっことか。うん、だるまさん転んだ。あかりも足早いやろ。うん。だるまさんが転んだやつも、いつも鬼ごっこさ、やるときも。めっちゃ速いからな。だるまさん転んだ、今日30m だよ、30m。めっちゃ遠いよ。なかなかこうへんよ、鬼になった時に。えちゃん、この上に重ねていっていいよ。またエビとかもやっていくから。ここに1枚引いとこうかな、なんかすごい。うん、で、
次どうしようかな。これにするイカ。何？まだあるわ。キッチン。置くときに広げて。どういうこと？肉を。肉を。もう肉終わりやからそれで。次回するときそうします。これは嫌でも広がるから。あなたが食べたいってイカ買ってきましたよ。はい、イカこんだけしかせんかと、ほんまもっといっぱいあってんけど、まあいいかと思って。まあいいかって。うん。まあいいか。うん。見てみこれ下引いてよかったよ。えちゃんもっと前にしてって。今テレビでさ、うん、夫のまた私に対してそんなに文句やらない。違う夫のいらない一言みたいなのやってたのね。うん、もう言ってないと思ったやろかんで、どうする。俺は全然絶対言わないんだけど、うん、例えば問題ね、あ、はいはい、奥さんが疲れてたから、うん、旦那さんが洗い物をしました、うんうん、で旦那さんが洗い物終わって、うん、奥さんに、うん、洗い物終わったよって、うん、でその後にいらない一言を言いました。それは何でしょう。疲れたわ、ベベー。ただ私洗い物終わったよっていう時点でそれいらない一言やけどな。私がじゃあ洗い物終わった後に洗い物終わったよっていちいち言いますかってことやねんけど。でもさ、でもそんなこと言ったら、うん、洗い物終わったよ、なんか他に何かあるっていうサインかもしれないし。洗い物終わったよの後に余計な一言、うん、それ言われて世の中の奥さんは、って何やろう。ほら、自分が言われてないからわかんない。関係ないけど言っていい。パン粉つけるだけで汗なくなってるやん。2分前にお風呂出た。何やねんそれは。2分前にお風呂出たのに。どうしよっかな、次エビかな。次、いや違う、エビ最初これよっか、うん、よし混ぜていこう。すっげえ辛い。早く答えろだから。待って、待って3本あんだから。そんなにあんの。洗い物終わったよ。嬉しい一言やったらわかんねえ。何が嬉しい。いつもこんな大変なことやってるんだね、ありがとう。何やろな。あ、早く終わったでしょ。ブブー。もうギブアップだね。ギブアップ分かるよね。正解は、うん、洗い物終わったよ、うん、ありがとうは。ふざけんな、そんなこと言ったら。私そんなこと言う人いてる。いるみたいな。嘘でしょ。私そんなこと言うわけもないと思って相手言えへんかった。ありがとうはなんかなんで言わなあかんのよ。あ、そうやって言ってくれる人がおるってこと。いるって。そんなあかんに決まってる。は？ありがとうはってか、うん、もうその時点で洗い物はお前の仕事やで、やった、お前の代わりにやったったで、ありがとうはやな。 それはあかんな。具体にも、はい、妊娠中の奥さんが、あ、ごめんねちゃん、いけるそれで、うん、妊娠中の、あ、いいな、それでいけるやん。奥さんが座りがひどくて、うん、ひどい時に、うん、あ、夕飯の支度しなくちゃと行った時に、うん、旦那さんが、うん、あ、いいよいいよ俺やるよ今日って言いました、うん、その後の一言、やるよと。え、あ、私が想像もつけへん一言言うとはな、ほんまに。それはもうさっきのこと考えたら、え、休んでてって。俺やるよ、俺やるよ、俺も疲れてるけどね、俺もしんどいけどね。ブブ
待ってよ。包丁見えたけど、包丁が。これやるよ。料理作るよってこと？料理したりするよって。本当にそんなしんどいの？やべー。何？正解は、これやるよ。妊婦さんはずっと寝てられるからいいよね。ふざけんじゃねえこの野郎。なるほどな。そんなん言われたら絶対や、絶対だから想像がつけんわ。言われたことないから、A ちゃんに。妊婦さんは寝てられるからいいよね、ありがとうやろ。僕たちの子供の中の中で育ててくれてありがとうやな。第3問、はい、最終問題、はい、これは当てにかかるぞ。妊婦さんはずっと寝られていいよね。はぁ、あ、そうですか。あはぁ、はぁ、はぁ、春立ってくるわ。なんか知らんけど、世の中にそんなこと言う人がいると思うだけでイラッとするんだけど、これあらら、もう最終問題は簡単です。はい、なんで最終問題簡単な問題最終に持ってくんの。え、ちょ、簡単じゃん。簡単なやつ一問やろ。だってそれはそういう番組やった。あ、そう、はい。奥さんのお父さんお母さんが遊びに来ました。お父さん、ここ。あ、ごめん、ごめん、私、何もかけ。お父さん、義理のお父さんお母さんが遊びに来ました。そしたら義理のお父さんが、あ、何々君、今日、君にプレゼントを持ってきたんだよって言って、T シャツを買ってくれました。買ってきてくれた。で、旦那さんがそれを見て、あ、ありがとうございますって。で、その後の一言。なんか、ほんまに、ほんまに、絶対言えへんの。僕こういうの好きじゃないですけど、絶対多分言えへんやん、多分気使って言ってんねんけど、それが多分アホかっていうことなんだよね。ああ、いい考え方。そうやろ。何？これ何やろな。これ高かった値段の話かな。これは最終問題は俺の会社の同僚の人も分かった、すぐ分かった。言いそうになったことがあるってことになるじゃん。いや、ないけど想像つくんだよ。はぁってなる。だから私にしたら、うちの両親が A ちゃんに似合うと思って買ってきてくれたのを A ちゃんがもらって、その後に言った一言やろ。パン粉、はい、もうない、そこ、はい。まだまだ行きたいかな。何でしょうね。あ、パンコン。ありがとうございます。つける？ありがとうございますって言葉つける？すごい嫌なこと言った後に、うん、いやいや、ありがとうございます、ありがとうございます。で、嫌なこと、嫌なことっていうか言ってんの、両親に対して言ったの。そうです。そんなこと言うといけるな、なんやろ。笑顔でありがとうございます。何言うねんっていうこと、クイズ番組無理やな、いや普通で考えて、その後に言う一言が思い浮かばれるんだけど。俺もこれはすぐ分かってるよ、俺も。ありがとうございます。これ言ったらこれ安かったですか？違う。お父さんが好きそうな服ですね。違う。全然分かんねえんだ。全然分かんない。ほんで、さっきよりまた汗びしょびしょで。だってやってる量多いもん。もうそうやな。私はマグロの前立ってるんだけど、ね、正解はありがとうございます、寝巻きにしますね。バカ野郎かよ、本気で言ってんのその人。悪気ない。
ね、それってしょっちゅう言う旦那じゃなくて、その人がアホなんちゃうの。そういう旦那が世の中にたくさんおると思われへんねんけど。まあ、書かれるかどうかわかんないけど、そういうのが、そういう人がいるの。それ作家さんが考えたんだ。あーっついな、この野郎。え、でも、俺でもそれすぐ出てきたから、そういう答えよく聞くの。だからそういう人と思うねんけど、な、うん、嫁さんがどうこうじゃなくて、あれ、あれだったかな、仕事先でも、たぶん、うまくいってなくない、うん、だってそれが言ったらあかんこととか、相手が傷つくことっていうことが分からないっていうのって、仕事うまくいってなくない、嫁、うん、そうかね、変わってるし、変わってるよね。むっちゃ飛ぶやん、これ。ほんでも大丈夫ら言われんのかな。大丈夫とかないの。大丈夫、ええわ。もうこんだけな、この距離でな、肉がな、肉がこんなになる状態の脂が首とか顎に来てなくなるの。何も、じゃあ私がだいぶ前のクイズな、うん、奥さんが旦那さんに言ってほしい一言、うん、第一位は旦那さんに言ってほしい第一位、うん、塩コショウしとこうかな。こっちに塩コショウ入ってんねんけど、うん、そう、髪切った？ああ、それ正解。絶対じゃ見えんからな。髪切って見えんからな。うん、違う。違う。うん、全国的な第一やで。俺も全国的な感じで答えたけど。違う。あだって問題するぐらいだからいつもありがとうとかじゃないよね。でもまあ惜しい、そういうことや。ゆだろかこさんのことは言うてんのと一緒、うん、いつもじゃなくてありがとう。例えばこうやってご飯いただきます、ごちそうさまでした、ありがとうとかさ、うん、なんかお茶とか言うだけの人がおんねんて。お茶持ってったら、お茶出したら出されたことが当たり前でありがとう言うような人がおんねんて、うん、だからそういうぐらいのありがとうは最低限言ってくださいみたいな、なんかやってもらった当たり前っていうのはちょっとおかしいんちゃうかって、うん、それが第一に来るってことはありがとうって言う人がそんだけ少ないってことだよね。それなのにありがとうを求めるっていうね。ん？それなのにありがとうを、いや、だから求めるんだよね。まず、こっち洗ったよって、あれ、あれ終わったよ。ありがとうはって。旦那はな、うん、自分が言うてんのしてんの、うん、だから、そういうことはすぐ思ってないんだよね。いや、でも、もうありがたいのはありがたいんだけど。ちゃんとする。ま、こんな感じ？最後の方はギリギリ行ってみて。何これ。金カツ。こっち熱いわ。
けいちゃんがこうやってさ、油をこうやって座っとって言うてたやん、うんうん、それ正解ってやって、コメント欄に書いてた。うえぇ、それどこで聞いたの？お店やってるの。わたみ？違う、その後の店か。うん、うん、うん、揚げ物やからな。ここからはもうガンガン揚げていっちゃうから、ごめんね、龍之介待ってね。あ、龍ってエビぐらい食べれんの？いや、なんかね、キャンプ行った時に食べられるようになったって言ってたと思う。ただ、結局みんなが食べてたら食べ、嫌やけど食べてみたら、あれ食べてみたら美味しかったやんパターンやろな。子供ってエビぐらいだよね。そうなの？エビぐらいとハンバーグだ。そうなの？何しよう思ったかな。あは。これいてもなかったのもまたまた私かかってたわ。ありがとう。ありがとう。汗びしょびしょで。お今日お風呂入ってくる。おかしいの？中に行ってない。ありがとう。本当にありがとう。本当に助かる。だから私がいつもありがたいなと思うのが、もうこれやってくれるってお願いしやすいというかさ、 A ちゃん言っても絶対に嫌がれへんというのが分かってるやん。もうそれはすごくありがたいと思う。言ったら嫌な顔されるかなっていう奥さんたちは世間的にいっぱいいると思うから言えないのね。言えないといっぱいいると思うよ。なんで言えない？言ったら、あぁとかさ、はぁって言われるぐらいやったらもうええわって。毎回はぁって言われてみ、もうええわ、じゃあはぁって言われて嫌な気持ちになるぐらいやったら、自分でしますわっていうふうになると思うわ。ハムカツなんかもうパッといいもんね。もう最後3匹やからもう考えてな。分かったよ。言ってくれてありがとうって。分かったんじゃない。ありがとうって。ん？言ってごらん。そんなやついるのかい。何が？え？あ、気づかなかった。ありがとう。そうだねって。うん。言う人いるの？うん、はい。うん。はいはいはいって言ったよ。あ、そっかとかさ、逆に自分もそうしようと思ってたけど、ま、言われなくてもやるよって。だから A ちゃんの偉いとこそこやな。言われなくてもそうするよって言えへんやん。そこはすごいと思う。言われなくてもやるつもりだけど、だってあなたの方が絶対あれだよ、分かってるわって言うやん。私ちょっと言ってます。だろ、当たり前や。それ言われても分かってるわって。当たり前やん、つけるという最低やろ。はい、テイコでーす。よし。どうか。これ大変だな。うん。大変だ。大変だね。大変だけど食べ出したらあっという間になくなるしな。だから作る時間の方が長いのに、マスキシンって。一発目が美味しくなくなっちゃうよ。うん、もっと我慢してるね。ちょっとここにお願いがある。海苔をさ、海苔をちぎってここに2枚ちぎって、あ、1枚しかないから1枚よ。あ、2枚下欲しいな、こっちに。海苔をちぎって、細かくちぎってこの上にバーッて乗せて。これもいいな。うん、手でちぎっていいよ、ハサミで切らなくて。分かってるって言うやん。言うやん。だからこれが子供に言われたらイラッとせんけど、旦那に言われたらイラッとする文章もあると思うんだけど、世の中、分かる。いや、これ分かってるような話は、うん、
もう誰で何でもそうです。マネージャーに何か言った時に分かってますよって言ったら嫌でしょ。ああ嫌だろ。だから、うん、人としての話。 A ちゃんちところこっちにやってくれる。私こっちから出てきちゃって。ママ、うん、お父さんこれでいいよね。そうって言われたの。粉々にしろって。粉々っていうか、サイコロぐらい。そうそう、それで十分。天才です。ありがとう。エビを避けてくれてありがとう。そういたします。夏から全部いったろ、全部いったろ、いったろ。ok 天気をしてやるまで。じゃあありがとう。もうそのわざとらしいのが無駄つくよ。だから私何か思ってることあんの。もうな、ちゃんちゃん聞いて、はい、私 A ちゃんがさ、言わんでもいつも洗ってくれることが当たり前になってるから、そんなことあかんなと思う。いや、うちはそれでいいんだ。なんで？え？ A ちゃんもそれでいいと思ってるやろ。でもだんだんな、こいつなんでありがとう言えへんねんって思ってくるときあんで。俺絶対思わない。なんで？え？なんで？だって俺ずっと言ってるやん。やれる人がやれる時にやればいいんじゃないのって。それがこう、ちょっと上げすぎたんだけど。ありがとう。で、その上にさ、かつお節をパーってまぶしておいてほしいねんけどな。ここにあんねん。お父さんに聞いてみて。ここにあんねん。ここのどこや？ここにあんねん、ここにあんねん。A ちゃんのおかげで本当に早くできた。これもうプラス30分かかってんの。分からないじゃん、これ一人でやったらどんだけ大変か。うん、あと、このもらったハニーキャベツ。A ちゃん、どこあるの？うん？最近なんか変えたから全然分かんない。ちょっと揚げすぎたけど、いや、なんでこんな勝手に強くなったの。うん、よし、それで水出したしまいだ。はい、ありがとう。バッタ液もそうやったな、A ちゃん。どう
どうなることかと思ったけど、そうですか。もういいかな。もういいかな。なんかもらってそうな気分に行ったぐらいだったら。これがべちゃべちゃですね、油が。ってことは、これなかったらね、この辺とんでもないことになってるってことや。皆さん、この油の周りが、なんか油が黒くなってきてる。焦げたのかな。まっすぐ曲がらんと言ってくれよ。このごはんにのおみなるこお尻の小さなおみなるこおちにんちのハネだってなんだってだってだってなんお願いよ。あらしめた虫やと思った虫じゃなかった。うざい、うざうざ子です。全然可愛くないキャラです。ごめん、これ何枚か剥いて、キャベツ洗ってくれる？キャベツ洗って、ちょっと手でちぎって、そのまま食べられるようにしたい感じ。ギンギン、きたきた。まっすぐにはなれへんわ、なんでやろ。でもこれぐらいでいいよね。これぐらいでちょっと曲がるよね。だって身を折ってないでしょ。折ったよ。折ったの。折ってこれなの。折り方が違かったから。いや、背中から折る。私どうか背中から折って買ったけど。お父さん。はい。これね、マスターしたよ。何を？めっちゃ前に。うん。なんだっけな。チェロ。チェロは。おお。あ、じゃあはめられる。全部楽勝。おお、すげえすげえ。剥がれない。10匹や思ったらこれ14匹も入ってたわ、うん、10匹やと思ってやってたわ。楽だ。リビ
今味噌汁やけど。うん、温めましょう。じゃあ、お菓子と糸を送った。食べてみようか、今。あるかな。あ、これが甘いと。めちゃくちゃ甘いねんと。いくらで食べてみよう。あれいや、後で食べるの楽しみにしとこうやっぱり。このもん。うん。うわ、見て姉ちゃん、これはすげえまっすぐ。こういうのもさ、ありすぎたらあかんもんね。一本だけ奇跡的に信じられへんぐらいまっすぐなってるわ。食べない方がいい。
あなたその子帰るの？トマト。なに？フライ定食っていうことやな。ね、ミックスフライ定食。分かったよ。うん。よし、食べましょう。ご飯、よろしいですか？お母ちゃん、味噌汁は？うん。美味しいと思う。タルタルソースもあるし。食べます。はい、エビフライ、イカフライ、チキンカツ、なんだっけ、アスパラ、ハムチーズ、ハムカツです。ハムチーズ、はい、いただいてください。そして、シュンフライ。シュンフライ。いただきます。いただきます。いただきます。はい、寝起きです。寝起きでなんか今もう止まってます。なに？もうサクサクしてる。中に入ってるかわからないから。お父さん食べたくない。チーズとハム。うん、美味しいと思うよ。お皿に入れて、あかりちゃんの皿ある？ある、ありがとう。うん、なんかお山みたい。うん、ソースかけてもいいし、
でソースとタルタルでもいいかもよ。ソースかけたい。いただきます。はい。なんかソースちゃう。エビフライ。うまっ。おいしい？うまっ。おいしい。うん。よし。ブブ。シュンは白米だけいってるんですか？まだちょっと機嫌がご機嫌斜め。うん。皆さんに朗報があります。このキャベツはハニーキャベツといってとっても甘いキャベツだそうです。ぜひそのままお召し上がりください。私もちょっといただいてみよう。ちょっと大きいと食べてみよう。ハニーキャベツ、これ食ってめっちゃうまい。いいよ、食べる。待ってよ、もうちょいかけたらかも。うん、噛めば噛むほど甘みが出るって感じ。おいしい。うん。噛むがおいしい。でも普通のキャベツと比べには分からへんな。あの歯ごたえがしっかりしてるね。ほんのり甘いって感じ。そんな、うん、うわー甘い果物みたいじゃないけど美味しい。何でもつけんでこのままで美味しい。あ、これすごいんだよ。うん。あのね、今日ね、あの甘みで上だって。で穴が開いてて、でピーンってこう。ママティッシュちょうだい。もう一個行くところがあるの。はい、うん。そこが怖くて、お父さんちょっと落ちそうになったら誘われて落ちてって言ったら、うん、怖い怖いって言ったんだけど、うん、お父さんにちょっとだけしか支えとかないで自分でできた。私の茶碗持ち上げてね。すごい仲いい。野菜の甘みっていうのが分かる。あ、そうだよね。うん、シュン、これさ、ハムとハムの間にチーズが入っててめちゃくちゃ美味しい。食べてみる。わかりやすい。めちゃくちゃ美味しいやろ。ハムハムチーズだ。えちゃんどう？食べる？今の俺。じゃあこれで食べる。あ、イカ食べてみて。ほら、えちゃんがイカフライ食べたいって言ったから。醤油でいくんだ。りょうが美味しそうに食べる、本当に。また、坊主頭やから余計に美味しそうに見えるね。あ、うまい。うまい？あ、よかったよかった。そううまい。うん。やわらかい。はい、じゃあ皆さん、ゆっくり召し上がった。じゃあ、もう大体何点ですかね。じゃあお父さん。その前に。うんうん。お父さん、チャンネル登録お願いします。通知ボタン、ベルマークだよ。ありがとう。はい、じゃあ今日代表してお父さんに点数言ってもらいましょうか。そうだね。はい、お願いします。100万点、100万点いただきました。ではだんだんシュウも食べてきたら目が覚めることでしょう。ゆっくり食べましょう。はい、いつもありがとうございます。せーの、アデュー。シュウも何か一言言う。今年の元号は令和です。無理だ。